気にせずにみんなを呼べればいいんですけども、なかなかそういうことができないのがちょっと厳しいですね。こう話すのは、今年8月に結婚し、来年3月に新潟市内での挙式を予定する稲垣翔太さん。こうした思いを抱える夫婦を少しでも応援しようと、新潟市が民間企業と連携し始めたのが、新婚カップルを応援する事業、ゆいパスポートです。LINE などで申請し発行されるゆいパスポートは、協力店を利用する際に提示すると、それぞれの店が設定したサービスを2年間受けることができるんです。新潟市に住民登録がある今年1月以降に婚姻届を出した夫婦や、今後2年以内に婚姻届を提出予定のカップルが、今日から市内のスーパーやハウスメーカーなどおよそ100の協力店舗で利用できます。新潟市中央区のホテルも協力店の一つ。10から3で言うと、せっかくの一生の一度の結婚式という機会をですね、こういうコロナ禍で諦めてしまう方が多くいらっしゃるんですけれども、10月以降の、下半期については、まだ様子見ということで、決定につきましては3分の1程度ということで、大変数が少なくなっておりますね。新型コロナウイルス下でも安心して結婚式を挙げてほしいと、ゲストを県内県外で分けて披露宴を行うプランなども提案してきましたが、今回はこんなサービスの提供に踏み切り、カップルの背中を押します。新郎新婦に対しては寝室、そしてお部屋で食事ができるスペース、さらには応接室、そしてもう一部屋寝室がつく定価20万円のスイートルームが無料プレゼントということになります。さらに参列者用のツインルーム2部屋もプレゼント。結婚式だけを取り上げるのではなくて、そこからのお客様とホテルとの長い長いお付き合いが始まるということで、ぜひ応援していきたいというふうに思っております。結婚式の後は出産があったりとか、その後子どもの成長とともにいろんな行事がありますので、そういったところのさまざまなシーンでホテルをお使いいただく、そういったことをぜひ、イメージしてですね、お願いしております。お得なサービスはブライダルジュエリーの専門店でも。カラー、例えば G カラーぐらいを、このここから E カラー、へー、はい、2グレードアップ、2グレードアップ、それ VS1 が VBS1 に、値段で言ったら多分5万円から10万円、10万円ぐらい違うと思うんですけど、ここはもう奮発しました。婚約指輪は最高クラスのダイヤモンドにグレードアップ、さらに結婚指輪は2人の誕生石を内側に2つ入れるサービスも。そこには感染の収束後を見据えた思いがありました。何周年何周年で戻ってきてもらえれば、まあ、それでうちは十分なので、はい、今はなんとかね、こういう状況なんで、皆さんの幸せになってもらえることが一番だと思ってます。なんとか地元に貢献できるように頑張っていきたいなっていうのを会社では話し合ってます。来年3月の挙式を控える稲垣さんも、こうしたさまざまなサービスが受けられる喜びを実感しています。子育てとか、まあ、出産でこう手当があるっていうのは、まあ、聞いたことあるんですけど、結婚してサービスが受けられるっていうのは、まあ、結婚したばかりの、まあ、僕からすると非常にありがたいな、まあ、こういう、まあ、ご時世で、まあ、なかなか盛大にできなくても、まあ、祝ってくれる人はいるので、まあ、そういった気持ち、まあ、いただくだけでもすごい嬉しいです。新潟市の婚姻件数は令和婚がブームとなり、おととし3500件を超えましたが、翌年は450件余り減少。新型コロナウイルスの影響もあってか、少なくともここ10年で最も低い値となりました。新潟市全体で結婚を応援することによって、まあ、結婚するカップルが増えて、最終的には人口減少にも資するような形になればなと思ってます。しかし、ゆいパスポートは今日利用が始まったばかり。子育て支援のパスポートに比べ、まだまだ協力店が少ないのが現状で、新潟市は協力店の申請を受け付け、
今後さらに増やしたい考えです。新潟市と民間企業が取り組むゆいパスポート、人口減少対策の新たな一手となるのでしょうか。